ヤクルト7、4中日、29日、神宮球場。ヤクルトの高津監督は8回の一挙5得点で開幕戦を取った。試合後、野球って不思議だなと思いましたね、と振り返った。写真、まさか平凡なフライを見失ったロドリゲス中日の悪夢の始まりだった。8回戦闘の村上が夕日に倒れたかと思われた。だが中日、 ロドリゲスが打球を見失ったのか、まさかの落球。虫二塁となると、サンタナのタイムリーで試合を振り出しに戻した。相手のバッテリーエラーで勝ち越しに成功すると、代打、西田の儀比、さらに青木のタイムリーで一挙5得点のビッグイニングに。相手のミスとかもあって、四球も絡めてね。ヒット2本で5点取ったのかな、野球って不思議だなと思いましたね、と語った。 3回で途中交代した山田については、下半身に違和感を覚えたようで、と説明。今後については、確認してからになりますね、と語った。